どうも大之助です今回は「他人が敷いたレールの上を歩く人生ってつまらなくないですか?」ということについてお話ししていきます。いやそんなことないですよとか「それってあなたの感想ですよね?」っていうふうに思う方々は全然聞かなくていいです。ただ皆さんは例えば親とか先生とかが「こうやっていきなさい」って20代,のうちは20代のうちに結婚して子供を産んで家とか車をローンで買って銀行とか公務員とか大企業とか安定した職に就きなさいこれはあなたのためを思って言ってるのよみたいなふうに言われて。 みんなも結婚してるし自分もこうした方がいいのかなっていうふうに本当はあんまり結婚この人としたくないけどなとか自分は本当は転職したいけどなんか地元に残れって言うしなっていうふうにみんながやってるからとりあえずこれやるかっていうふうに自分の人生決めてってそしてお年寄りになって進職戦であ本当はこれしたかったなりれしたかったなっていうふうに退屈で無味感想の人生を送りたいんだったら別に聞かなくてもいいと思うんですよ。 って話なんですよねそもそも僕のサムネイルとタイトルが気になってここまで聞いてる時点で皆さんも他人が敷いたレールの上歩くのもんねえなっていうふうに思ってる <laughs> ってことでしょって話なんですよね。まあ今回の動画を通じて皆さん,皆さんにお伝えしたいことっていうのは結局ね自分の人生決めれるのは自分だけなんですよね自分の人生を変えられるヒーローになれるのは自分だけなんですよね。であの人それぞれ好きなこととか大事なものって違うわけなんですよ。自分の親が大事,な大事だこれは幸せだっていうふうに思ってることと皆さんがこれが幸せだっていうふうに思うものって違うわけなんですよね。 例えば僕だったら静かに一人で本を読んだりとか本で読んだ内容をマインドマップにまとめてしゃべるだったりとかピアノの練習をするとかも好きなんですよねただ飲み会でウェイっていうふうにちついなく騒ぐのとかめちゃくちゃ嫌いなんですよね吐き気を催すわけなんですけどただ大抵の世の中の人たちって飲み会でウェイっていうふうに騒ぐの好きな人たちも多いじゃないですかみたいなふうに人それぞれ好き好みって違うわけなんですよ音楽のジャンルだけをとってもクラシックとかオーケストラとかあ同じようなもんかあのかロックバンドとかヘビメタだったりとか k p o p とかいろいろジャンルがあるじゃないですか だから人それぞれ別に好きなことを自分の心に正直に従って生きていいわけなんですよねで一日の中で好きなことに費やす時間を増やしましょうって話なんですよあの世の中のつまんない大人たちは好きなことで生きていけるほど社会は甘くないみたいな風にほざいてますけどあの、まあ、好きなことの方が記憶力とか集中力とかも高まるし自発的に行動できるし困難とかトラブルに直面しても諦めずに行動できるからなんなら他人に言われたことを嫌々こなすだけの人間が 成功でできるほど社会は甘くないですよねだから皆さんは自分の人生の中で一日の中でもっと自分の好きなことに費やす時間を増やしていきましょうって話なんですけど結局ね僕たち自分が凡人だっていうふうに分かってていいうにかかるじゃないですかあの僕たちは天才だ自分が天才だっていうふうに思うんだったらあの他の人たちと違うような人生を歩めてるかもしれないけど僕たちは特に特に対して他の人と秀でた才能がないっていうこと知ってますよね。で みんなと同じ道を歩んでもみんなと同じ場所にしかたどり着けないよって話なんですよねみんなと同じようにあのなんかみんなと同じような仕事をしてみんなと同じように過処分時間を YouTube とかを見てだらだら過ごしていたらそれはみんなと同じような結果しか手に入らないよって話なんですよみんなと違う景色が見たかったらみんなと違うことをしなきゃって話なんですよ常識に従うことが幸せとは限らないですよって自分が何が好きかっていうのは自分自身と向き合わないとそして自分の理想を貫くためにあの自分だけの武器を磨かないと いつまで経っても他人の敷いたレールの上を歩くことになって先が見えてる退屈な人生が待ってますよって話なんですよねで、あの、まあのま皆さんはやっぱ常識に従うことが正しいっていうふうに思うかもしれないじゃないですかただ常識って時代によって変わるわけなんですよね例えば数百年前の江戸時代の日本だったら男子はみんなちょんまげをしてその剣術を学んでそして女性は男尊女卑がひどくて10代前半のうちからあのどっか他の人のお家にとついで子供を産むこととかが当たり前だったわけなんですよね 今じゃ考えられないでしょとかあの男女混浴だったしね温泉とかもね。まあ、それに関しては確かに昔の方が良かったっていう風に思うかもい僕は思うところなんですけどそんな話はさておき現代でも中東の方アラブのところとかだと一夫多妻制だしアフリカの方だと乱婚って言って例えば男性3人と女性2人との間にそれぞれ子供を作るみたいな文化でそれぞれ幸せにら暮らしていたりとか北朝鮮に生まれていたらその偉い人に絶対に逆らっていけないみたいな風な。 僕たちは生まれる時代とか国とかによって常識が大きく異なるわけなんですよねで、あの100年前だったら外国人をたくさん殺した人が英雄だった時代なわけなんですよ今、外国人いっぱい殺す人ってただの大量殺人鬼っすよねみたいな風にその常識とか倫理とかって時代によって変わるわけなんですよねそんな手のひら返しされるような常識に従うことが果たして僕たちの幸せになるんでしょうかで、周りの常識人たち見てみてくださいよ自分の親とか先生とかもそうだけどみんな死んだ顔して仕事行きたくないっていう風に言ってません 結局僕の好きな英語のことわざで「猫からは猫の毛我しか取れない」という言葉があるんですけど人は自分の知ってることしか教えられないわけなんですよね。で例えば皆さんが僕大之助に「大之助さん野球上手くなる方法を教えてください」っていうふうに聞いてくれたとしても僕何も教えられないですよね。いやむしろ僕も聞きたいですって感じなんですよね僕野球下手だからね。で何が言いたいのかっていうと僕たちは野球上手くなりたかったら自分より上手い先輩とかコーチとかプロ野球選手の解説動画を見たりとかするじゃないですか。 だったら僕たちは経済的自由になりたい自由な時間を手に入れたいっていう風うに思うんだったらお金持ちたちとか成功者たちが日頃何を考えどんな習慣を行っているのかっていうのをなぜ真似しないんですかって話なんですよねあの僕たちみたいに貧乏人な状態から成功してってる自由な時間を獲得できていっている人たちっていうのは 毎日最低7時間は睡眠時間確保してたりとかみんなそんな寝てます寝てないよねとか毎日最低30分は読書していたりみんなそんな本読んでる読んでないよねあと毎日最低30分運動してたりとかねみんなそんな運動してる運動してるしてないよねとか毎月最低5時間はボランティア活動に従事してるとかみんなそんな事前活動してます俺はそんなやってない <laughs> みたいなふうに。 やっぱ上に上っていける人っていうのはね自分磨きをしてるし社会貢献もしてるわけなんですよその結果としてあの周りに信頼されて誰かに感謝されたりとかして感謝の証としてお金がついてきてるに過ぎないわけなんですよね僕たちも彼らみたいな生活を送りたいんだったらなぜ彼らの真似をしないのって話なんですよで周りの,そのギャンブルとかタバコとかアルコールとか大好きな人たちと一緒にいたら彼らがずっと貧困層なんだったら貧困層の人たちの行動を真似してたら僕たちもそれからだ脱出できるわけねえだろって話なんですよねで 現代社会って幸いなことにインターネットとかチャット GPT とか図書館とか無料でいくらでも知識が手に入る時代なわけなんですよ。僕たちのその気持ち次第でいくらでも自分を成長させられる時代に僕たちは生まれているわけなんですよね。 しかも変化の激しい現代社会だったら旧態依然とした昔の組織古臭い組織にしがみ続けることが幸せかと言われたら終身雇用だってあなたたちはねあのそのなんかおじいちゃんおばあちゃんになるまで囲い続けますよっていうような制度はもうとっくに崩壊してるし年金の受給額だって開始年度だってあのどんどん後ろ倒しになってるし年金渡せるお金も少なくなるかもねみたいな風に言われてるじゃないですか。 で企業だって寿命はもう15年ぐらいしか持たないっていうふうに言われてるわけなんですよ人間の人生よりも寿命のあの企業の寿命の方が短いっていうふうに言われている社会なわけなんですよで今の子供たちが10年後とか20年後とか大人になる頃には今世の中にある仕事の半分ぐらいが失われて新しい仕事が生まれてくるっていうふうに言われてるわけなんですよね。 まあ、そそうですよねだって僕たちも洗濯機が生まれたら洗濯板でわざわざ自分の洗濯も洗う人っていないじゃないですかだって手間がかかって仕方ないからテクノロジーってて人間の生活をどんどんんん豊かにしてくれるわけなんですよねだから AI が怖いあの AI に仕事奪われるっていうふうに思うかもしれないけど AI とか機械って単純な作業が大好きな大好きというか大得意なんですよね人間よりはねだからそのなんで AI に仕事が奪われることばかり考えていて AI をうまく使おうという発想に至らないのっていうふうに僕はすごい疑問で仕方ないわけなんですけど。 つまり奪わ,れ奪われても差し支えのないような頭を使わない単純労働ばかりしてるんじゃないのって話なんですけどその話はさておいて,さて,おいてあの、まあ、例えばあの1世代前か 10, 10年ぐらい前から YouTuber みたいな風に好きなことで生きていくっていうような生き方とかも生まれてきたわけじゃないですかそして今,度今後は AI をうまく使える AI 使いの人私音声生成とか文章生成とか画像生成とかいろんな AI がありますよねそれらをうまく使って1人で映画,監督を,映画を作る映画 AI 映画監督とか生まれてくるかもしれないわけなんですよね。 ででもも現時点でもサイバーパンク桃太郎だったかな AI にあの漫画を描かせて自分であのシナリオを練るっていうような、えー、とそういう漫画をツイッターで投稿してる方だっていらっしゃいますしそのなんか AI を使ってその AI はあのなんか決められた文なんか命令文とか呪文に従って行動するわけなんですよねだから人間の発想力とか創造性とかが今後重要になってくるわけなんですよあの AI はゼロかかからら何か生み出すことってできないからねだからそういう組み合わせの発想力とかを生かした仕事だったりとか、えー、とあとはね ドローンの操縦者だったりとかあと他には、えー、3D 空間メタバース仮想空間の中での建築家だったりとかねマイクラの職人さんみたいなもんですよねっていうような新しい仕事がどんどん生まれてくるよっていうふうに言われてるわけなんですよね。でそういうふうになったらあの僕たちファックスとか使わないでしょメールでいいじゃんっていうふうになるじゃないですか。で今回はもうあのメールもなんかめんどくさくねみたいになってくるかもしれないですけどそんなふうにテクノロジーが進歩してったら古くさいものはどんどん淘汰されていくのが。 それが自然の節理ななわけなんですよねであのただ僕たち人間っていうのは脳の構造上みんなと同じ行動みんなと同じことをすることを好む性質があるわけなんですよ社会的証明って言って、まあ、人間の生存本能的に集団と同じ行動をしたら安心感を得るという性質があるわけなんですけどただ世の中の多数を占める常識人たちと従うことは幸せじゃないって気づきましたよね。 で変化が激しいんですよだったら僕たちは少数派にいて新しい行動をしなきゃその多数派にいて多数派にいて安心感を覚えてるかもしれない,しれないけどこれって実は日本という巨大なな沈みゆくタイタイニック号じゃねねえかって話なんですよ、ねまあ、それこそ日本って少子高齢化とか人口減少とか円安だったりとか、まあ、正直あの、まあ、未来明るい未来があるとは言えないよねって話じゃないですかもちろん使い方次第だと思うんですけど宇宙事業だったりとかねで日本は治安がいいとか水が清潔とか道路が整ってるとか。 あと飯がうまいだったりととかねあと文化が独自の文化が発展してるだったりとかいろいろあのなんかいいところたくさんあるわけなんですよただ、まあ、政治がすごいクソなだけであって日本をうまく生かしきれてないなっていうふうに僕は思う限りなんですけどともかくあの、まあ、日本明るいかって言われたらそうじゃないよねっていうのはもう皆さんも特にご存知ですよね。だったら「そのタイタニック号」の沈みゆく最後の一部屋を奪い合うんじゃなくて僕たちは自分の大事な人たちを乗せて。 あのまあ、脱出できるような脳の箱舟を作ることが重要なんじゃないのって話なんですよね。で例えば僕が参考にしているというかあくまで僕個人の感想ですよ自由に生きている人たちってメンタリスト大吾さんとか中田敦彦さんとか堀江貴文さんとか西村博之さんとかなんですよね。ただ彼らってあのな,んなら炎上をしたりとか周りの人たちから賛否両論のあるような行動とかを取りまくって周りから石を投げられた結果自由な生活誰にも忖度しないようなあの生活を獲得しているわけなんですよね。っていうふうになったら。 僕たちがやるべきことってあの誰からも後ろ指さされないようにひっそりとみんなと一緒に沈んでいくことじゃなくてみんなと違うことをする勇気が必要なんじゃないのって話なんですよねぬるま湯に浸っていてみんなで傷の舐め合いをしてるとお湯の温度がどんどん冷めてきちゃって僕たち風邪ひいちゃうかもしれないわけなんですよねただまだお湯の温度があったかいうちに体があったかいうちにその温泉から出て新しいもっとほかほかの温泉を探せるようにしておかないとお湯が完全に冷え切った後だともう あの出ていく体力がなくなってるかもしれないわけなんですよねでやっぱ世の中の人間っていうのはね特に自分の人生から目を背けてる人間ほど他人の人生に口を出したがるわけなんですよね自分のやりたいことがある夢があるって人たちはあんまり他人に執着しないし他人が何か挑戦したいっていう風になった時にいいちゃんそれやってみなよっていう風に背中を押してくれるんですよねこれなんてかっていうとやっぱり自分の人生変えたいっていう風に思ったら他人を引きずり下ろすことよりも自分が努力する方が自分の理想に近づけるってやっぱ成長する人たちは知ってるわけなんですよね 例えばククラスのススののーールカースト頂点のイケメンととかか美女とかすすいモテてる人がいます皆さんはハンカチをかみしめながら血の涙を流して嫉妬してたとしましょうかつてのかつての僕と同じですよただだからといってそのなんかスクールカースト頂点の人たちの悪口を言って引きずり下ろしたところで僕たちの身長は伸びないし顔はブサイクなままだし頭は悪いままだし自分の運動神経は良くならないわけなんですよね臨時収入は入らないわけなんですよだったら早く寝て早くあので肌をきれいにしてで早起きして散歩して。 本を読んでっていう方が自分の頭良くなるし自分のメンタルもすっきりするし自分の肉体も引き締まるしっていうふうにもっとできることあるじゃんって何ゴシップとか芸能界のニュースだったりとか,あのなんかテレビのどこどこで通り魔事件が起こりましたとかそれってあなたの人生に何か関係ありますって話じゃないですかそういうしょうもないどうでもいいようなこととかにもちろんその事件に遭いましたっていう当事者たちからしたら大変なことだと思うけど僕たち個人の人生に何か関係ありますっていうふうに言われたら関係ないでしょ であのやっぱり世の中の周りの大人とかは「お前もっとこうしろよああしろよ」とか言ってくるじゃないですか気にしなくていいです。っていうのも所詮他人の意見なななんんて参考程度なわけなんですよねあの僕もそうなんですけどみあの全ての人間は自分の人生正当化したがるわけなんですよねそれは俺の人生は全て間違ってたなんて認められるわけないですよ。で あのやっぱ人生変えたかったら努力するしかない行動するしかないけど勉強とか運動とかダイエットもそうっすよ副業とかもそうっすよ何かが成果出るまでに大きな成果って小さな習慣の積み重ねによってのみ作られるわけなんですよね誰でも簡単に短期間で大きな成果が手に入るんだったら誰でも簡単に一瞬で痩せられるんだったら誰でも簡単にめちゃくちゃあ頭が良くなるんだったら運動神経が良くなるんだったらお金持ちになれるんだったら周り見てみてくださいよみんな世の中の人たちは全員美男美女になってるし引き締まった肉体をしてるしあの東大に合格してるし文母両動だし運動 神経も良くなってるし大金持ちになっっててるわけなななんですよねなってないじゃないですか <laughs> つまり世の中っていうのは努力した人から報わわれやすいといとうあるる意味平等なな社会の上に成り立ってるわけなんですよねで昔の僕みたいに努力しない自分を正当化する活動もたちっていうのはその努力をすること面倒くさいその現実と向き合うことができないけど自分の存在価値を確かめたいっていうふうになったら何をしたらいいのかというと聞いてもないのに自分より年下の人たちに「お前はああしろこうしろ」っていうふうに。 他人を操作ししてお前あななたは20代のうちに結婚しなさいみたいなふうに言ってそのあいつり人形になった人たちが少しが増えてきて自分の言う通りに結婚しましたとか家や,や車をローンで買いましたしめしめ自分の,自分の人生と,と同じ人生を歩んでるなだから自分はこの人たちの役に立っているだから自分は存在していいんだっていうふうに彼らはこれはあなたのためを産むって言ってるのよみたいなふうに言ってるけど自分のことしか考えてないんですよあんなやつらにだまさ,されちゃダメだからあいつらに自分の人生を委ねちゃダメだから。 でそれにあの自分よりも後輩とか年下とか同い年の人とかが例えば副業しました YouTube やりました成功しましたっていうふうになったらその自分よりもはるか遠くに行っちゃうわけなんですよね自分と同じかそれ以下だった存在が自分より高みにいってしまうわけなんですよねっていうふうになったら努力しない自分はなんで下のままなのってあの努力しないから自分はクソのままなんだという現実が浮き彫りになるわけなんですよね。その現実に直その現実を直視することがができなないいかかららら自分のメンタルが耐えられないから 自分の心を保つために「いやそれはやめておけよリスクが大きいよ前例がないよ」っていうふうに僕たちの,足を必死にの好きな古事成語で「円若イズ君ぞ広告の志を知らんや」っていう言葉があるんですよね、まあ、長くて何言ってるか分かんないかもしれないですけど大きいい鳥鳥の視点はは小さい鳥には理解できなないよよって話なんですよ、ね、ですね皆さんが何か思いっきり羽ばたきたい行きたいところがあるっていうふうになった時にそのしょうもない奴らは耳元で「それやめておけよ」ってピーチクパーチクさえずってくると思います。 気にしなくていい思いっきり羽ばたけばいいから羽ばたいた,さ羽ばたいたらあいつらついてこれないからで同じようにずっと飛んでたら窮屈だなーっていうふうに思ってあのそれぞれいろんな場所から羽ばたいた自分と同じような、うん、大きな鳥たちが集まってる場所に出会えるから人間は成長したら一つ上のステージに行けるからだったら僕たちの身の回りのゴシップとか探して人生で何にも楽しいことないなー誰か叩けるなんか材料ねえかなーっていうふうに思ってるやつらとは別の世界に行けるんですから。 だから周りのまあしょうもない人間たちに負けないで俺も負けないからっていうことを一つお伝えしたいのとそしてやっぱりねできる人成長できる人っていうのは自分でやりたがるしできない人は教えたがるわけなんですよねこれさっきと同じ理由なんですけどねだってあのやっぱ成長する人っていうのは他人にあれこれ口出しするよりも自分でやった方がいいじゃんってなるわけなんですよ自分でやった方がいいっていうのは他人に,し他人に期待しないというわけじゃなくて自分の人生の目的を成し遂げたいんだったら他人を操るんじゃなくて自分であの自分の能力を高めていった方がいいよねって分かってるわけなんですよね。で やっぱ悪口言われたくない後ろ指さされたくないっていうふうに思うかもしれないけどそもそも悪口言ってくるやつだってどうすかそうやって集団でトトを組んで僕たちに安全権から石を投げることしかできないようなやつらす,かあやつらすよそんな人たちってあなたの人生にとって重要ですかあなたの人生が一冊の小説や漫画だったとしてあの最初に開いた時の主な登場人物と主人公であなたが出てきますと主な登場人物にあなたそういうやつら出てきますか職場の人とかは転職したらもう一生関わらなくなるような関係とかじゃないですか地元の上目、まあ、だけの友人関係とかも その人たち、一生関関わっていく関係ですかそんなことないよね僕も地元の友達とかも友達うん本当に中の人達って本当にもう45人とかしかいないわけなんですよねまあ僕が友達いないだけかもしれないけどけど別にむしろうぞうむぞうとの人間関係を断ち切ってその分の時間とかリソースとかを大事な人たちに注げるようになって僕は人間関係のストレスめっちゃ減ったんですよね僕みたいに内向的で人見知りで話すのが苦手だっていう人こそあの人間関係選別してほしいなっていうふうに思うんですよねというのもちょっと一旦見づめますね あの「嫌われる勇気」っていう本がすごい流行ったと思うんですけど昔ね10年ぐらい前かなあのやっぱりね理想の人間関係っていうのは自分の好きな人に振り向いてもらうことそして自分が嫌いな人に中指立てられることなんですよいや誰からかなんか不特定多数から嫌われるの怖いっていうふうに思うかもしれないけど自分が嫌いな人間うわ尊敬できないよこいつみたいなやつに好かれたらそいつらめっちゃ話しかけてきますよそいつらと会話したくなくないそいつらがそいつらと距離を置きたくないですか だったらそのなんかどうせ全ての人間が好かれることなんてできないですよね。まあ愚かにも僕は小学生の頃八方美人に振る舞って全ての人間から好かれようとしたわけなんですけどその結果自分の親友たちは大之助ってなんか薄っぺらくなったよなっていうふうに僕から離れていってそして僕のことをおもちゃとしか扱ってないようないじめっ子たちしか僕の周りに残らなかったんですよね。そんな僕みたいに愚かな人生皆さんに歩んでほしくないあんな悲しい体験を皆さんにしてほしくないからこのお話ししてるわけなんですけど。 でそういうようなうぞうぞとかブロックしまくってたらめっちゃストレス減ったんですよねめちゃくちゃ今行きやすいすですで結局その安全権からトトを組んで悪口を言ってくるやつだっていうのは一生脇役だし悪口を言われる人っていうのは主役になれるってことなんですよねだって皆さんの前になんかすごい嫉妬するやつとか妬ましいやつとかあの目の上のたんこぶが現れたとしましょう皆さんに力があるんだったら正々堂々をひねり潰しますよね真っ向勝負を挑んで倒しますよね ただ悪口を言うやつらっていうのは真っ向勝負で挑んで戦うことも勝つこともできないから自分と同じように努力しない勝つどもでより集まって、うん、あのなんか多数派で多数派になって数の暴力であの僕たちに攻撃してくることしかしかも正面突破してくるんじゃなくてネチネチと後ろからあの心を削ってくるというか後ろから刺してくることしかできないようなやつらなんですよ。そんな奴らあなあたの人生にとって重要っすかというかそんなやつら絶対雑魚じゃんって話なんですよね。だから 別に悪口言われていいんですよあのなんかあいつもう終わったなっていうふうに言ってるやつの人生の方が終わってるからだから僕たちはどういう人間になりたいですかってそういうなんか勝もにこそこそ言われるそういうこそこそ言うようなカスになりたいのかそれともこそこそ言われながらも何度もいろんなことに挑戦して立ち上がっていくそんな人間になりたいのか漫画の主人公みたいな人間になりたいのかあなたはどっちですかって話なんですよね。でその 動画の中盤でお話ししたみたいに YouTuber とか、えー、と AI プロンプターだったりとかドローンの操縦者とかあの変化の激しい現代社会では何が合理的な判断なのか何が正しいのか分からない世の中になってきてるわけなんですよねだから終身雇用で今の企業にずっと死ぬまでしがみつけよう続けようみたいなルーレットに自分の人生とか時間とかを一点がけするようなそれってリスキーじゃないのって話なんですよね。そうじゃなくててもっと分散して 例えば本業をしながらいろんな副業をやってみて収入源を確保するだったりとかいろんなところに自分の趣味の幅をあのな趣味をやってみてマリンスポーツでもスキーでも何でもいいけどとか本を読むでも何でもいいけど趣味の輪を広げておいて人間関係の輪を広げておいてあのあの職場の人間関係とかにも依存しなくしておくだったりとか別にお前らに嫌われたところで自分の居場所って他にもあるしみたいな風に心の余裕を作っておくとかね。 とかあの副業とか、まあ、旅行とかでもいいんですけど何かいろんなところの,その見識を広,めておく広げておくとかいろんな文化を学んでおくことによってそ,れをそのアイディアを本業に生かすだったりとかその仕事一筋とかじゅあの全く柔軟性の乏しいような生き方をしてたら視野が狭くなってたら人生詰んじゃうよよって話なんですよねだからしかもあのどんどん話が止まらないですけど。 しかも日頃から余裕を作っておかないと両手に荷物をいっぱい抱えた状態だとチャンスが現れた時につかめないんですよだから日頃からその朝から晩まで仕事で働きづめなんじゃなくて意図的にリラックスする時間とかを用意しておかないと僕たちはいざという時にその動けなくなっちゃうよって話なんですよね。ということも含めてやっぱ RPG のゲームとかでもずっとスライムだけを倒して淡々と経験値を貯めていくゲームなんてつまんないじゃないですか。 で自分はこのペースで経験値を上げてったら多分1時間後にはこれぐらいレベルが上がってるよなっていう風に思うゲームって楽しいですかそれよりも勝つか負けるか分からないゲームオーバーにまたなってしまうかもしれないけど中ボスと戦いそして勝利した時のあの快感の方が強くないですか何が起こるか分からないからこそ人生っていうのは楽しいんですよだからといってギャンブルをすればいいというわけじゃなくて例えばリスクヘッジをして自分のコントロール権を増やして 例えば自分の好きなことで副業をしてみるだったりとか新しい挑戦をしてみる新しい趣味を始めてみるとかそうやって自分がうわーミスったーけどもう一回挑戦したいっていう風に思えるようなことに時間を使っていかないと僕たちは自分が大嫌いだったはずのつまんない大人に僕たち自身がなっちゃうかもしれませんよということをお伝えしたかったです。ということで今回は以上バイバイ。